台風10号の影響で昨日個人種目のみが行われた秋季大会。注目は7月のインターハイ 1000m タイムトライアルで優勝した岡山工業2年の大賀翔輝です。3つの種目で優勝を狙う大賀は午前中の 1000m タイムトライアルで、大会新狙うぞという多少の緊張感がありながら、どんどんスピード上げていくぞという気持ちで走ってました。1分6秒53の大会新記録で優勝。11年ぶりの記録更新で三冠達成へ勢いをつけます。続いては1対1でトラックを2周するスプリント。チームメイトでもある岡山工業の三垣結衣が決勝の相手です。1周目から大賀は三垣の後ろを追う形に。ラスト1周残り 200m で一気にスピードを上げた大賀は第4コーナー手前で三垣を抜き、そのまま振り切ってフィニッシュ。この日2種目目の優勝を手にします。残る種目は競輪。トラック4周の着順を競います。前半の2周はペースメーカーが先導し追い抜くことはできないため、それまでの位置取りが勝負の鍵を握ります。最後の1周、水島工業の選手を追う2番手の大賀は第4コーナー手前でその背中を捉えます。しかし最後の直線で別の選手に追い越され、わずかな差で2位でフィニッシュ。三冠達成はならず、さらに相手の内側を抜く反則が取られて降格し、6位の結果に終わりました。最悪でした。作戦にはまっちゃって、それでちょっとテンパっちゃって内から抜くって行為してしまったんで、反省しかないです。この経験も糧にしたい。大賀は前向きに全国を見据えます。プロの選手たちはどういう動きをするのだろうかなっていうのを確認して、それを自分でもできるように身につけたいと思ってます。選抜大会でも優勝できるように頑張りたいです。